大津淳一郎、大津淳一郎、大津淳一郎から1932年1月29日は、日本の衆議院議員、貴族院直選議員、大東文化学院総長などを歴任した。続籍は、茨城県平民、日立国賀郡、折笠村出身、茨城県氏族、大津正則の次男、1874年、別れで一家を創立する。 水戸で漢学を収めた後、江戸に留学した。1877年、小学校の教員となるが、間もなく退職した。その後、板垣大輔の民権論に触れ、1879年から水戸で、政談演説会を開いて、自由民権運動を推し進めた。この頃、片岡健吉、河野広中らと信仰を結び、共民公会という聖者を起こした。 翌年、大阪で開かれた国会規制同盟大会に参加し、ついで東京で開かれた自由党準備会に参加したが、意見が合わずに、茨城に帰郷した。帰郷後は、茨城日日新聞を創刊し、主筆となった。その後、茨城県庁に出資し、さらに1882年には、県会議員に選出された。やがて県会議員を辞し、1885年に、 再び、茨城県庁に入って平時課長を務めた。1890年、県庁を退職し、東北物産会社の社長となった。同年の第1回衆議院議員総選挙に立憲改新党から出馬し、当選。以後、13回当選を重ねた。その間、大倉副参政官、文部参政官を務めた。1927年4月18日、 貴族院議員に直選され、立憲民政党相談役、顧問を務めた。また1928年には、大東文化学院総長に就任した。1932年、議員、総長在職中に死去。住所は、東京府豊玉郡千長谷町538。ありがとうございます。